食事が終わりましたのでまたお散歩続けたいと思います。はい、こちらからちょっとこれはねレストランの横の道を入ってきたところなんですけど、なんかあるんですよ、ここなんかあるんですよ。ちょっとそれをね、ちょっと開いてるかどうか分かりませんっていうのも、いろんなところがちょっとやっぱり流行り病のせいで閉まって、あれ閉まってるんだけど、ちょ、かわいいクワッフ、これは美容室美容室に見えない、美容院です。何このかわいい美容院、面白い。でも閉まってます。はい、この辺はこんな感じの家の、なんつうの、石造りの家が基本でございます。はい、かわいいよね、かわいいね。さあ、閉まってるっぽいここなんだけど閉まってる。はい、ちょっと見えるかな、あそこ、ミュゼ・ド・ラプサント、ミュゼ・ド・ラプサント、これいつだか、いつだかのビデオの中で、動画の中で私話したような気がするんだけど、アブサントっていうアルコール度数の非常に強いお酒ね、物書きの人だったりとか、こういったなんていうの、ここはほら画家たちで有名な町だからね、そういう人たちがよく当時飲んでたアルコールなわけですよ。で今はフランスでは、製造禁止になっていて、ただ一箇所だけで作ることができる、許可されているところでね、南仏っていうか南の方で一箇所だけ作ってる、フランスは。でもチェコに行くと至る所で売ってます。はい、そんな話を以前したかと思いますが、それのミュージーがあるんでちょっと入ってみたかったんですが、どうやら閉まってるようですけど残念ですな。はい、まあでもまたいつか来たら撮ってみたいと思いますけど、アブサントっていう強いアルコール、これ頭がねバカになるっていうお酒ですよ、要はね、なので禁止になってるんですよ。うん、まあそんなお酒がありますよっていう話ですね。薬草のお酒かな、うん、薬草っていうか、そのそういうなんつうの、まあ言ったらアルコールの大麻的な、そんな感じのお酒ですね。はい、というわけです。はい、じゃあこの先の道をずっと行きましょう。この先ねえ、かわいいね、看板中華 A って A ってなってる、アブサントの A だと思うねえ。残念、建物もこんな感じでちょっとかわいいんだけどね、ミュゼ・ド・ラプサント。はい、さあこっち、ワンコのマーク、これは犬のうんこ袋ですね。犬のうんこ袋が多分入ってんじゃないかと。入って、あれどこ、下からだ、からですからですね、あ、からじゃないな、見えた、あります、シシシありますよ、空だと思ったけど袋が黒いんじゃん、ほらこんな感じでうんこ袋が道のあちこちにあります。記念にもらっておきましょう。はい、ウィ、うちの家事のためにね、うちの家事どこでもします。あ、いや、しませんよ、しません、しませんけど、万が一の時のためにね、分かりませんから、何があるか分かりませんから、うちの家事のためにね。いちいち可愛いよね、なんかやっぱりこうやって花が咲いてて、石造りの家があって、じゃあこの道をまっすぐずっとずっとずっと行きたいと思います。そしたらその先に何があるのかな、お楽しみに。
お家でしょうな。はい、お家っていうか、なんだろう、エスパスクルチュー、なんか文化会館的な建物。いや、通ったことあるんだけどさ、ここさもちろん扉は撮影しました。はい、ラトリエ、そう、これだ、これこれ、ラトリエドゥドビニー、モニュモンヒストリック、ドビニーさんっていう、絵描きさんのアトリエだった場所ね、ここラメゾンアトリエドゥドビニー、だからドビニーさんのお家兼アトリエだった場所、当然のごとく閉まってます。どうやら全部閉まってるっぽいね、流行り病のせいで。まあ知らないな。はい、じゃあ他の場所にも行ってみたいと思いますが、他の場所は閉まってませんから、はい、行く場所、これから行く場所は閉まってませんので、はい、じゃあ行きたいと思います。この道を行きます。はい、どこに出るでしょうか。はい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 、おい、また自然の中かよって言わないでくださいよここはね、分かっていたことなので自然の中ではありますが、必要な場所でございます。ここは通るべき道でございます。はいはいはい、さて、開けた場所に出たとき、何が見えるの？何が見えるの？さてと、はあ、よし、登ってきた。よしよしよし。よし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 。よいしょ。はい。はい。十字架がございます。何でしょう、この十字架は。何でしょう、この十字架。ね、十字架、はい、ここ、こっちはトウモロコシ、こっちは何、これは何、これ何割ってんの、これ何割ってんの、え、あ、そう、ジャガイモとか言ってますけど本当にそうでしょうか、私には分かりません。はい、ここ少し歩いていきましょうか。なんだこの畑ってね、なんでしょうこの畑、よいしょ、農作業してます。天気がいいとここにね来てこう歩くのも悪くないですな。ちょろっとあそこに教会の屋根が見えます。これね、前来た時にね、おそらく日本人なんだろうな、かっこ荒らしてね、日本人っぽい人が雨の中を、雨降ってたんですよね、いつとか来た時ね、天気悪くて傘を差しながら一生懸命ぬかるんだこの道を歩いてましたよね、そうまでしても歩く場所とは一体、というわけで進んでいきます。こけないようにしないとね、ちょっと農道っていうかね、農作業用の道だから基本的にはね、ちょっと足元悪いんで、よし、お、これは、おお、コルザですね、エナの花です、懐かしいですね、これちょっと上げてみっか、
これあれでしょ、この中でしょ、種出てこない。あ、出てきた、ほらほら、はい、あれちょっと、あ、落ちる、ください、はい、あ、くれました、はい、ありがとうございます、はい、菜の花の種、懐かしいね。というわけで撒いておきましょう。大きく育て、さあ進もう。ちょっと抜かるんでね、下、よしよし、あ、やっぱりじゃがいもだそうです。今ね収穫してますね。あれ、じゃがいもってこんな時期違くね、あれ、なんか収穫してますよね。あそこに車がありますけど、あのじゃがいもが山になってますわ。はい、こっからだと教会がよく見えますね。はい、農作業、そして教会、素敵。音楽をかけながら農作業してますさあちょっとこの車に近づいてみましょう。ちょっと揺れるな。取れたてのジャガイモです。だからなんだっつんだ。はい、先に急ぎましょう、はい、見てください、この景色、この景色、我が家から15分でこの景色です。いいですね。ここは一体何なんだって話ですよね。まあ、あのお気づきの方もいるかと思いますよ。はい、いらっしゃるかと思います。なんて言ったってここはね、あのゴッホ最後の地でございますですからね。はい、なんかありますよ、そこに。ちょっと風の音がね、もしかしたら入るかもしれない。風の音入ってたらすいません。ちょっとさあ、ここには何が書いてあるかな。はいはい、これです。はい、ル・シャンドブレ・オ・コーボーね、カラスの、麦畑ですわな。日本語だとなんていうのか知らんけど知らんけどはい、ゴッホが書いた畑でございます。はいね、こちらはジャガイモ畑ね。で、こちらが今、菜の花畑、そしてあちらが麦畑、手前は何でしょうね、手前は何でしょうね。で、一応ゴッホが描いた絵がこうなっておりまして、ということで彼が描いた道はここですね。だからね、ここで左側の道がここなので、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じですよ。こんな感じで絵を描いてるわけです、はい、で、噂によるとここで拳銃自殺を図ったということでございます。自殺というか未遂だけどね、その場で亡くなったわけじゃないので、運ばれた後、さっきのあのね、住んでたあそこの部屋で亡くなってるんですけど、ここがその場所、そういう感じでございますよ、はい、というわけで歩いてまいりましたが、この先こちらにまっすぐまた行きたいと思います。こちらトウモロコシ、いやでもね、トウモロコシ畑結構あるんだけどね、結局はね家畜用の餌になってね、あんまりねフランス人は食べないんだよね。でも
うちは売ってれば買います。呼ばれてる。なんでしょう。玉ねぎ、玉ねぎですね。ここは玉ねぎ畑、まあ、いろんな食物植えてる。食物ってか野菜植えてて、ちょっとってことはこっちも、ここも玉ねぎちゃう？ね、これも玉ねぎですね。ずっと玉ねぎで、あっちは麦。いやちょっとこっちまで来るつもりじゃなかったんだけど、なんか流されてこっち歩いてます。あれ、まあいっか。はい、まあでもこんな感じののどかな景色でございます。ここがパリから約30キロの場所ですね。パリからの半日とか1日ツアーとかでもね、よくねツアーが出てる場所ですけどね。よいしょ。なのでフランスに来た方は、訪れた方も多いのではないでしょうか。はい、麦畑、麦畑、さあいいですか。次の目的地行きますよ。はい、次の目的地が見えてまいりました。はい、さあ、え、何もないじゃんって。そんな、目の前にあるじゃないですか。あ、車、目の前にあるじゃないですか。はい、このまま進みます。さあ目的地到着です。またかよ。まただよ、まただよ。というわけで、どっから行こうか。正面から行くか。よし、正面から行きます。横から行こうとしたんだけど、正面から。はい、墓場。入ります。お邪魔します。じゃーん。またもや墓場です。はい。さあ、サクサク行きましょう。サクサク行きましょう。はあ。また来ましたよ、墓場に。いや、だって墓場来ないとここ来たらね。さっさと行きましょう。はい、さっさと。ね、ちょっとやっぱり古い感じのね墓場ですよ、うん、墓場。はい、あ、人だかり。やばい、人がいるわ。ちょっとどうする。ちょ、人がいなくなるの待つか。大丈夫だ、動くな。よし、このまま行きますね。ここはこんな感じで、いつもの墓場。いつものっていうか、なんで墓場ばか来んだよって。いや、もうしょうがないよね、今回はね。外せないから、今回はしょうがない。じゃあちょっと順番待ちの間に違う墓場でも撮ってきますか。ちょっと見てください、このデーハーな、デーハーな感じの墓場でございます。はい、お墓ね、ここも結構花がいっぱい置いてあって、ね、有名なところなんで整備をされてますね。はい、ちょ、順番待ち。さあ、行きましょう。はい、ここです、これです。はい、ゴッホと弟テオのお墓。はい、兄弟の墓ですね。で、
ゴッホがね亡くなった次の年あの後を追いかけるように弟テオが亡くなったわけで、というわけで、はい、ちょっと墓地一周しようか。墓地、あ、ちょっと見てください。ちょっとこの派手な感じはやっぱりアーティストの方でしょうか。ギョーム・ヴァン・ベベルロ。ということですね。ほう、あ、まあまあそういうことですか。お写真もあります。にゃんこがおる。はい、こちらにもまたなんかこんな感じでいっぱい乗っかってますけど、なんか日本人感覚で言うとさ、こうやってお墓の上になんかいろいろもの乗せると重そうっていう感じがするんですけど、あーでもこの人若い人だね。若いわ。2001年誕生、2015年に亡くなられたっていうことで、まあティーンエイジャーですわ。まあそりゃ家族は悲しんだでしょうな。うん、おや、ジュンギャクソン。うん。ねえ、こっちは。まあでも家族で入るからね、一人で入ってるわけじゃないから寂しくないと思うけどね。えでもね、14、15でね、ちょっと亡くなるっていうのはね、やりきれないわな、親としてはな。ちょっとまあこんな感じで、ここの墓地も結構きれいに整備されてる。最初ここ来た時はね、ゴッホの、お墓はね、2人のお墓はね探しまくりましたよ。プラン地図みたいなもの持ってなかったんで探しまくりましたね。でもさすがに何回か来るともうすぐ来れますわね。入って左です。皆さん正面の門入って左側に2人のお墓はあります。この先の奥です。はい、もし来られる方いたら覚えておいてください。はい、じゃあ今日はねこんな感じでゴッホ最後の街オーベルジュ・オワーズをお散歩しましたけど、またね中途半端な映像ばっかりかもしれないけど、最後お墓でお別れしたいと思います。というわけでここまででご覧いただきましてどうもありがとうございました。では今回はこれにて終了。はい、ではまた近いうちにお会いしましょう。ではさよなら。
今車に向かって進んでるんですけど、もう夏休み入ってんですけどね、車は全然止まってませんわね。思ったより全然人少ないわ。まあでもこの辺の人はみんな地方にバカンス行っちゃうしね、うん、まあここはねあれですよ、あの時間限定の駐車場で、駐車場とかパーキングで、この青い線はね2時間止められるのかな、2時間だけ止められるんだけど全然車いませんわ、うん、いつもはねすごい人がいるときはもうこの辺びっちりですけどね、全然いないわ、どういうことや。まあいいや、そんな日のお散歩、あんまり人がいなくて快適でした。あんま人いるとね本当にね動画撮るのもちょっとねためらっちゃうからね。というわけでこれから車に戻ってお家に帰ります。じゃあねー、バイバイ。Et il s'est dit, on a marqué.